どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないな。この世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような、ま、君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな鳥だ。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの。他人の財産や個人情報を狙いアカウントを強奪するもの。自分の技術を磨き、ただ力を。本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だとひな鳥どころかまだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか他の何者かになるか。だが経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。そうだろ？だったら試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力を。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して君に記念すべき1体目のデジモンを進呈し、ほら君の後ろにいる。せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。何？デジモンならいくらでもいる。しかし驚いたよ。この絵程度の低いハッカーが悪ふざけで話したん？追いかける？いや、あれはまだ。なんだって？君は物好きだな。
単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで、君がそう決めたなら本当に物好きだよ。いや、ただの鬼。奇遇だな。僕、まあ、君は何もし、ただ見ていればいい。ここ。どうやら、君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが。準備はいいかい？君がいてくれてよかった。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ること、ましてやプログラムが、なんとも奇妙な光景だ。ともかく卵は、それじゃあ僕は、目つきの悪い少年、ああ彼なら先の、そこはかつてエデンのエントランスだった。その証拠に初期タイプのログアウト、今はプロテクトでロックされていて使用できない。そうだな、ここから帰りたくな、目つきの悪い彼なら問題なく解除できる。なぜ驚く、ま、お、なら僕から言うべきことはない。そういえば、僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのである。扉はいつ、
も戻っ。早く早く。あ、ちょっと待って。そーっと。にゃにゃ。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャ。え？凶暴な野良デジモンもいた？な、何それ？超奥のエリアにあなたがいるのよね。行くぞみんな。
なんだか君と新たとも。ううん、昨日チャットで会ったとか。あれ、でもそっか、なんか。なんだよ今の映像。チキショ。ああ、いたいた。ちょっともう一人で勝手に行くとか。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。お前らこっちへ走れ。なんだかわかんねえが相当や。こいつのロックを解除する。おい走れっつって。おい、やるしかない。ログアウトした。
ちょっと、あれヤバくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！ああ、府警さん！こっちに！誰が府警さんだ、誰が！刑事さんだ、刑事さん！見た目だけで物事は、ん？キモいから逮捕！面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おおおい、待て、そこの車、止まらねえと逮捕するぞ。こら！人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだ。こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな？それはよかった。君がもし、そうか、君自身聞きたいことがあるなら何でも答えよう。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで、でもしも本当にそうだとしたら、実に、いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も。そうか、友達のことは気にするな、とは言えない。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって。自分で言うのもなんだが、今は中野にある私の事務所へ向かっている。私が誰か。そうか、最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも。私はクレミ京子、しがない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿エデンへログインした場所と同じか。あれ、うん、では今こうして私と会話している君、肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君、電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常、君の身に起こった怪異的現象、そして何、依頼報酬大船に。さて話を。それよりも何よりも前に、その姿ではじっくりと観察して確信した。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け、つまりリアル特性を持ったデジタル体。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体、君は
基本的にはエデン内でクーロンの放置データの中にアバターパーツ。問題はその除ん？なんだ？こっちよ。So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder.